皆さんこんにちは。旅が大好きなラブポートです。 G'day, it's Love Port, the travel lover。 今日は映えスポットとしてとっても人気のラニカイピルボックスにハイキングに行って、その後ホテルを移動した時の様子をお伝えします。カチャカチャしてるね。スパム2ドル39、随分中途半端な。こちらも9が好きなの。最後エクセサーがピー、ミナがくれた高級海苔お味噌汁、野菜畑入り。うん、そうしな、そうしな。いなくなるよ。忘れ物チェック。ベッド周り大丈夫？大丈夫？あんた抜け毛が多いね。抜けてた？真帆と同じでちゃんとブラッシングしてんのかい？あ、コーヒー忘れ物チェック。携帯忘れてた。よし、トイレチェック、ワンツー。お風呂場チェック、ワンツー。引き出しの中入れてないね。食器チェック、ワンツー。大丈夫かな。よし、お洋服チェック、ワンツー。ありがとう。これ寝て、うん、もうありがとう。チェック、ワンツー。これで OK かな。ありがとうございました。ありがとうございました。OK、いいよ。この絨毯のさ、なんか、うん、やりづらいよね。カードっているのかな？デポジットの時のとか。いらないんじゃない？そういえば、プールもあるんですけど、一度も使わずに終了しました。ほら、でもそんなお掃除の、お掃除の方、あ、何？デポジット、リターン、OK。 How many luggage do you have? Two and little bag. The photo three? Yes. And then what time? About 4 or 5. 4 to 5. Yeah.The luggage, and then okay, thank you. Thank you. When you come back, I want to be here so you can tell about the. Yeah, yeah, and show the ticket. Yeah, okay. Thank you so much. Have a nice day. 終わった。マイロ、ピンクバスを取っていくから、あっちか。とっても便利なところにあるお宿でしたよ。感想は？広くて良かったね。そうだね、広さは良かったね。テーブルも部屋傾いてたけどね。そう、高かった。やっぱね、私のベッドね、こうなってて私大丈夫だったんだな。うん、ミナのね、見たら、あ、平大丈夫。そう、私でも私は気になる人じゃないから大丈夫だったけど、斜めでした。そんくらいかな。いつも開いてたもんね、冷蔵庫の扉って開いてた。戸棚が、床が斜めなので戸棚が勝手に開くんですね。でお湯出るまでちょっと時間かかったけど、出始めたらすっごい暑い、ま、今日弱い、そうそう、あっちあっちあっちみたいな、うん、そうだったね。まあまあ、今日弱い、はい、で今日からはミナのお父さんのタイムシェアみたいなところに泊まらせてもらいますよ。だからまた引っ越し、歩きに行きます。夕方引っ越し、はい。こっからバスに乗ってアラモアナセンターの方まで行って、どっかで乗り換えてラニカイに行きますよ。ラブポートトラベル愛の旅では、アラフォー夫婦の高一と愛がいろんな場所を旅している様子をお伝えしています。乗れた。このバスはそこまで寒くないね。昨日寒かった。乗り換えます。中華街の入り口になる。昨日ここの美術館行った。はい、降りたよ。次が66番だっけか。60、雨降ってる。曲がったところから出ますって言ってるから、そこか。
バスに乗ってから10分くらいしてもう山の中です。山、歩き始めましたよ。10時10分、今ショッピングモールとかでお手洗いがあれば寄って歩きに行きます。見てください、この横の山綺麗。ターゲットにお手洗いがあったのでお借りしました。とんがり山、現在10時半、雲が本当に低いです。雲が低いのか高さがある山が至近距離にあるのかどっちだろうね。あ、ヘリ飛んでる、いいな、すごい。うわ、景色いいだろうな、うん、私も領土差し出すタイプです。だよね、そう、戦いはいらないわ、そんなのくらいだったらね、うん、歩き始めて何分くらいかな、10時45分、街です。電動自転車半端ない、これ速攻死亡するね。バイクか今の。バイクでしょ。そうか。うん。魚がたくさん泳いで、そういう家いいな。家の裏川。こんだけ水動いてれば蚊もそんなにいなさそうだよね。あ、すごい。船着き場があって、後ろにあんな山があって、教会でした。そこは左かな。もうちょっと先か。セントカマよく見てるね。これを今、現在10時52分、だんだんと坂道になってきて、多分あの上を登る、どっからどうやって登るんだか知らないけど行ってみましょう。花綺麗、見てて通りを歩いてたらこうやってフリーライブラリーってあって、皆さんがここら辺のコミュニティの人が借りられるんでしょうね。綺麗に読んでるね、素晴らしい。へえ、今日はね山登りなんですよ。みんなここで日焼け止め塗ってるから、からみんな行くのかな。11時1分登り始めです。どんくらいかかるかな。 Let's do this。 もうなんかいきなりこういう感じ。私たちが登り始めたこの登山道はどちらかというと地元の方が車で来たりだとか、本土からアメリカ本土からいらっしゃった方がレンタカーで来て車を止めて登りに来てるというような場所でした。そう、そういう、そういうアドバイス、それは見て見て判断。でバス降りたのがこの地図の真ん中ら辺で、ずっとこう歩ってきて30分くらいかかりました。で登り始めて10分、海が綺麗に見えます。すごいでしょ。手前にはゴルフコースがあって
奥がもうエメラルドブルーの海です。で、登山道こんな感じ。お日様に照らされてるので非常に暑い。気温は25度ですけど汗がすごい出てます。とっても綺麗。海から山、これはすごいです。あ、もう下ってきてる人たちがいる。万太郎Good. Hello, oh, don't look. Ah, ah. Nah. Oh. Hello. Kino kakoi. Aruki hajimete 30分経ちましたよ。おお、ハトポ、あ、風が、あ、ちょっと雲入っちゃったね。うわわわわ、これ。今歩き始めて36分。尾根の上を尾根、ずっと歩いています。ここも火山だよね、きっと。人が来る。やっぱだからツアーは嫌いなんだよ嫌いじゃないけど、インフォメーションによるね。ツアーはインフォメーションだろうな。おーい、そうですよ。おー、帽子、ほら、足気をつけてね。はい、これですよ。こういうところを通ってますよ。40分歩きました。ブルーベリー食べた。あ、偉い、私まだ食べてない。ブルーベリーは食べた。ソーセージね、なんでブルーベリー食べたって言う。さて、11時56分、登り始めて56分、今そこで休憩をしてまた登り始めです。逆光かな。見てこの景色、すごいですよね。これはね、ほら、こんな幸せなハイキングがあります。そうだね、早そう。私抜かれます。南国を醸し出しております。ハワイさん、テンションはだだ上がりです。あれ、あ、あ、上からもうみんな行ってるどういうこと。なんかハードウェイを取ったんだ。かもしれないね。お、蝶々も。山側はこっちから背後から風が吹いてるので山に向かって。どうした？え？どうでもいいことで騒いでる人がいますよ。ちっちゃいやつだ。ちっちゃいおばさんが。ちっちゃいハート気にしてるよウケる楽しい。お、蝶々、誰かここら辺でおしっこした人がいる匂いがした。最低だ。うわ、すごい寒くないね。いた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 。元気？森は森で、いやー気持ちいい。私こういうとこ歩いてると本当に笑顔になっちゃうんだよね。ずっとニヤついてる。
敵な絵を描いたね。12時4分歩き始めて1時間でピルボックス着きました。すごい、私行きたい。うん、行こう行こう。どっから上がれるかな。こっからかな。荷物をボンって捨てて、あ、そう、あの手前の、あそこも波が、波が聞こえてきてる。違う、うん、泳げる感じではなさそう。このラニ会のピルボックスは至近距離で同じようなピルボックス、この軍事施設だったものが2つあります。私たちはラニ会のビーチ側からではなくて山側から登ってきました。山側から登った場合、バス停から歩いてここまで約2時間かかっています。そんなに時間取れないよという方はビーチ側から登ると、こちらのピルボックスまでさほど時間がかからずに登ることが可能ですよ。しかしながらですね、景色がとっても良くなる様が美しかったので山側から登ることをおすすめします。着いた2個目のピルボックス、12時26分歩き始めて1時間半。なんか メヒコっぽい骸骨。ラニカイピルボックスの場所です。こちらがホノルルから全体の地図で、ちょっと寄っていって上の点々点ってあるところらへんがラニカイです。そしてこちらが私たちが降りたバスストップです。そこから湖に見える方をグググーと歩いていって、ラニカイピルボックストレールというところがゴルフ場の裏にあるスターティングポイントでした。でそこから道なりにずっと歩いていって、地図上の真ん中右側にあるラニカイピルボックスっていうところに今います。わあ、こっからなんか尾根って感じだ。またとんがり帽子を、恐竜の背中を降りていくみたいな。ステゴサウルス。映えスポットなので、ワンピースとかで登ってらっしゃる方もいらっしゃって、おほっていう感じでしたが、結構足元が悪かったりします。雨の後はかなり滑るみたいですので、しっかりした運動靴を履いていらっしゃることをおすすめします。やっぱこっちから登ってくる方が、元はこんな感じ。上りはぬるぬるしてて滑りましたけど、下りの方は海風で乾いてるのか非常に歩きやすいです。石がストッパーになって、おーおお、そこも綺麗だな。ハニカミ。はい、お疲れ。着きました。ほら、こうやって私たち反対側から来たけど、こちら側来る方はスタートヒアヒルボックスって書
書いてありますよ。ハイハイファイブ、そうそう、ゴルフ場の横なんだよね。よし、終わり。おゴルフ、霧の中やって、あ、やっぱゴルフ場なんだな、あっち側反対側だね、きっと。Don't pick flowers って書いてあるけど、やっぱり引っこ抜いちゃう人いるのかしら。レンタカーでお越しの場合はトレイルのちょっと離れたところでないと止められなくて、ここにもノーパーキングのサインがありますが、結構止められないっていう方多いので気をつけてください。いきなりビーチにつながってる道に出ました。疲れた。ちなみにこの時ビーチに行けばなんか売店とかあったりするかなと言って、食べ物の、でも全然ないので食べ物は持っていきましょう。歩けやしない。うん、お願いします。お庭が最高。ねえねえ、みんなあの家見て、岩の上に建ってるよ。本当だよ、ポニョのお家だ。本当だ、ポニョのお家がある。本当だね。やっぱホノルルじゃないところは黒い鳩も多い。休憩してブルーベリー平らげてナッツ食べて体拭いて海の青いの見てカフェに行きます。川で遊んでることになってんのか。ここでちゃんとゴミとか行かないようになんか囲いがされてる。サンライズシャックっていうところ、なんかジュースが飲めるっぽいのでてみたよ。コーヒー、アサイスムージOkay. 冷たいし重量ある。すごいよね、私ちょっと不安なんだけど、これ食べられるか。半分でよかったかな。ね、私は食べられる。うまっ。グラノラ美味しい。グラノラがやっぱり甘い。あ、ハニーが甘いか。何が甘い？ハニー。あ、はじめつ？あるよ。山登り終わってアサイーボール、ここのアサイーボール今まで食べたやつの中で一番美味しい。なんかねっとりしててバナナが混ざってんのかな、美味しい。だってさ、あげるからさ。なんだ、ディズニーランドに来たみたい。アサイーボール食べ終わった。みんなまだ一生懸命食べてる。美味しかった。全然普通にそのまま食べようと思ってたよ。来ました、133番、67番バス。
アラモアナセンター行きなんだ。じゃあ終点までお眠りください。しかもまだ来る。やっはっはー、やっはっはー、やっはっはー。そりゃそうだよ、あなた旅人じゃないの。買ったんじゃない、買えるはずだから。ハロー。めっちゃ綺麗じゃん。さっきと全然違う。曲芸して曲芸をしてて、な乗ってたよね、何かに。見えなかった、下まで。くるくる。帰りはピンクバスで帰ります。よかった、タイミングちょうどよかった、ね、ミナのおかげで、うん、ここで調べてくれたから。これから引っ越しです。途中からピンクバス、アラモアナセンターからピンクバスで帰ってきて、ホテルに荷物が預けてあるので今から取って行くっす。チャンネル登録お願いします。イエーイ。 What's it like for local people? Where we are going? Yeah, like it's actually not too bad. It's just like a little bit, I want to say quieter, but when you're close to the water, obviously it's more hotels and restaurants. Yeah, yeah. But in general, it's just kind of like quieter. More. Okay. Now, over here is just like by the Hilton and all of this is very like commercialized. Uh-huh. And not that the other side isn't, it's just like easier to escape it, I guess. Uh-huh. And it's just prettier over there. You're right next to the park and the ocean. And yeah, yep. All that. Good.Bit more back to normal. Yeah. We haven't had a lot for Japanese tourists yet. Not really. Not really. Huh. I mean, not to the pre-COVID levels by any means. Yeah. So. Okay. So you've been doing this for long time, or? Yeah, I started right at the beginning of the pandemic. Actually. Oh yeah? Yeah. Oh. It wasn't too bad.There was a lot of drivers that didn't want to drive, for obvious reasons. Yeah. But there's still people that needed to get to work and stuff. So、uh-huh. I stayed busy. Oh, that's nice. Yeah. そうだね。大丈夫かなと。こっち側だったっけ？どうだった？通ったじゃん。私もっとなんかあっち側の角っちょだと勘違いして、パーク障害機器、OK。1111あ、ここだ。こっちだ、通り過ぎちゃった。いつから使ってなかったの。おかしい、ウケんだけど。あ、すごいすごい。あ、すごいすごい。あ、すごいすごい。すごいすごい。まあ狭いけど斜めではない。お。開くとき厳しくて。あー、ラナイがめっちゃいいじゃん、ほら。おい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 。ほら来た。来た。ね、検証円だから検証円だから。わあ、すっごい広いよ、ラナイ。しかもうわー、すごーいいじゃん、ここ。
日が見られないけど。お、み3人かわいい。やっぱり3人かわいい。プールちょっと入りたい。朝日は外だもんね。おお、危ない。ちょっとゴミだと。こんなになっちゃったよ。乾杯どころの騒ぎじゃない。驚いた。ミナの大丈夫かな。普通に買って持って帰ってきただけなのにさ。お、大丈夫だ。あーあーあー、いけいけいけ。よし、間に合ってよかった。俺の目の目の目。笑うから。乾杯乾杯。おかしい、この景色で。はい、乾杯。乾杯。かなりおもらししちゃった。ビールの粒、舌に垂らしちゃった。ごめんね、みんな。夕日はこんな感じです。今日が一番綺麗かもしれない。さて、この日の様子は以上となります。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。美しい景色の中ハイキングをしたり、ホテルを交換したり、面白かったです。次回もまだまだハワイ編続きます。皆様のご感想、コメント、高評価お待ちしております。いつもありがとうございます。 Thank you guys for watching. See you next time.